おはようございます。自分の働き方は自分で選ぶ、フリーランスティーチャーのじゅんじゅんです。現在教師、自分ビジネスのオーナーの二足のわらじを履きながら、自分の働き方、生き方を選択する中で気づいたこと、学んだことを YouTube、ポッドキャスト、ブログなどを通じて発信活動をしています。今日のテーマなんですけれども、質問を以前いただいたんです。で、その方にも直接お話はし、お伝えしたんで、答えをお伝えしたんですけれども、メッセージでお返ししたんですけど、でもね、なんか何人かの方から同じような質問をいただいたので、もしかしてね、なんか参考になるところ、あくまでも自分の経験なので、全てに該当するとは限らないんですけれども、こういう人もいますよっていう一つの例になるかなと思って、今日はちょっとポッドキャスト、 YouTube の、コンテンツの中にこれを入れてみました。復帰の時期ですね、つまり、メンタル病休休職を取った時の復帰の時期ですよね。その質問にお答えしたいと思います。結論なんですけれども、大事なのは復帰の時期というよりも、私は復帰後がとっても重要だと思います。やっぱりこうメンタルをキープし続ける、そして働き方をキープし続ける、だからだんだんこうね、自分のリズムや治ったなって、メンタルで言えば、メンタルヘルスで言うと、メンタルヘルスで言うと寛解っていう言葉を使うそうなんですけれども、薬をもうね、飲まなくなってもう大丈夫っていう状態になってからも、やっぱり働き方には十分に気をつけた方がいいし、そういったことが自分でコントロールできるように今自分はなってるし、そう危ないなと、もうだんだんそういうことも思わなくなってきたんですけれども、なので、そういう危ないなって思った時にちゃんとブレーキが自分で踏めるかどうかっていうことが一番重要だと自分の体験を通して感じています。で、復帰の時期をいつにするかっていうのは、もう客観的なことはもうお医者さんと判断するしかないと思います。そして、自分の中ではやっぱり朝昼夜のこの生活のリズムが、ちゃんとできてるかっていうことですよね。朝起きる。で、私は自分がこう落ち込んだ時にはこうね、本当にもう無理やりいるし、体しんどいからもうちょっとね、ゆっくり過ごしてもよかったと思うんですけれども、私はそれができなくって、それが原因でもあるんですけれども、こう自然にちゃんと朝起きて活動することができるとか、日中体を動かして、日常生活が送れるかどうか、そして夜眠ることができるかっていう、ここですよね。これができて、でお医者さんの判断がもらえた時に、復帰することができるんじゃないかなって思います。で、ここからは私の例をちょっとお話しさせていただきますが、私の復帰は、大体ね、年度の切り替えになっていたと思います、休職の場合は。で、病休の時は年度の途中で復帰する時もありました。だから私は病休休職をね、多分3回以上繰り返しているんですけれども、じゃあなんでそんな複数回になってしまったかっていうと、やっぱりね、働き方を変えていなかったんですよね。もう没頭してしまう、よし復帰したって言って、またガーッと元の働き方になってしまう。ダメだって、ブレーキかけなきゃいけないっていう頭では分かってたんだけれども、どうしてもそこがね、切り替えられなかったんですよね。そして自分の中のやっぱりこうねばならない思考っていうのに、取り憑かれていたんじゃないかなって思います。で、復帰してから私自身を支えてくれたものがやっぱりあるんですよね。これも大きいです。自分一人ではなかなか難しい。じゃあ何に支えられたかっていうと、やっぱりこう話ができる相手ですね。で、今ね、こう病休休職してると、どうしても、自分なんてなんてこうちょっと思いがちじゃないですか。でもそれでも自分のことを、未来の自分を認めてくれる、受け入れてくれる、今の自分も受け入れてくれる、そういう相談相手が、
っぱり大事だなと思います。でそれはまあ家族であったり友人であったり、まあ、同僚であったりっていうのがあると思うんですよね。でできれば職場にそういう人がいてくれるっていうことが、いやもうとても大きいですね。やっぱり今振り返ると、私はその学校、まあ、3校で病気休職 を体験しているんですけれども、やっぱり最後の学校ですね、復帰した時の学校にやっぱりいてくださったんですよね、そういう方たちが。なのでやっぱりそれの存在はとても大きかったと思います。あとは自分自身ができることとしては、やはり仕事術、繰り返している病気休職を繰り返している最中も、私はかなりそういう仕事術を駆使していたと思うんですけども、かえってやることを増やしてしまった仕事術になってたのかなって今思うと感じてます。だから大事なのはやっぱりやることを増やして、でそれを効率的にやっていくっていう仕事術よりも、やっぱりまずはやらないことを決めるっていうこと、そして極力土日のどちらかはちゃんと休める。まあ本当に元気になったらね、土日も、まあ、ちょっとはねこう仕事するとかっていうのはやっぱりあると思うんですけれども、そういう仕組みをやっぱり自分で作り上げていけるような仕事術のノウハウも私は必要かなと思います。あとは、まあ、私ねサウナ推しですけれども、まあ、サウナであったりとか、あとは瞑想ですよね。しっかり呼吸をするっていう、こういう時間を、まあ、わずかでもいいから日常生活の中に取り入れていくっていうこと、まあ、こういったことが私の復帰後を支えてくれたものなんじゃないかなって思います。まあね、復帰した後って、まあ、復帰する前もそうですけども、やっぱりねこう周囲の目がどうしても気になりますよね。自分はどう思われてるのかってやっぱり気にしがちだと思います。真面目な人がなりやすいってよく言われますけれども、だからこそ周囲の目を気にしてしまう、保護者であったり子供であったり、まあ、そういう同僚であったりっていう、そういう周囲の目を気にしてしまうかもしれません。またもしかすると心ない、ね、そういう病気に対する、まあ、正確な知識がない方がこう心ない言葉を言ったことが耳に入ってしまうかもしれない、まあ、これ私直接言われたわけではないですけれども、他の方が、他の、ね、方に向けて、ね、やっぱり病気休職期間お給料出るわけですよね、恵まれてると思いますが、まあ、でも確かにそういうポジションにいるわけですよね、でもそのメリットは十分に活用して私はいいと思うんですね。ただそのことを給料泥棒だとかね、まあ、そういった、言葉で攻撃する人も残念ながらやっぱり今もいるわけですよね。でもそれは知識がないからなんですよね、もしかしたらその言葉を言ってるその人が数年後こういった状況になるかもしれない、誰にでも起こりうるなことなんだっていうこと、特別なものではないっていうことを知らないからこそそういう言葉を言ってしまう。でももうそういったことも流す練習だと思ってもう気にしない、自分ができることだけにフォーカスして、もう目の前のその一つにフォーカスしてやっていくっていうこと、どうしても先を見がちなんですよね、だけれどももう目の前のことを大事に大事にしていくっていうこと、この練習だと思って、やっぱりチャレンジしていただけたらなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今日はね、復帰の時期がいつがいいかっていう、まあ、病気休職を取った後の復帰ですよね、まあ、その時期について、以前いただいたご質問に対してお答えしてみました。今日の内容に関するご感想ご意見ぜひお待ちしています。学級経営とかね、教師のメンタルヘルス、働き方に関するお悩み相談も受け付けています。もちろんね、私自身の体験を通して の悩み相談ですので、ぜひ私でよければぜひ声をかけてください。はい、
そういったメッセージやコメントは、LINE 公式にリンク貼っております。 LINE 公式から、概要欄に貼っておるリンクから、すいません、バタバタバタついてます、ごめんなさい、言い直します。そういったメッセージやコメントは、概要欄にリンク貼っております。 LINE 公式から送っていただけると嬉しいです。お待ちしています。またね、インスタグラムも力を入れて情報発信しています。このポッドキャストや YouTube でお話ししている内容を画像と文字で端的に発信していますので、ぜひチェックしてみてください。それでは次回のポッドキャスト YouTube まで Let's have fun! バイバーイ。